サンクリストーバルデララグーナは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ県のムニシピオ。テネリフェ島北部に位置し、一般的には単にララグーナと呼ばれる。ララグーナ大学を有する大学都市であり、2015年の人口は15万2843人。この町は、1496年にコンキスタドールのアロンソ・フェルナンデス・デルーゴによって建設された。 この町は1823年までテネリフェ島の最初の首都としての地位にあった。1510年からはララグーナはテネリフェ島のみでなく地方全体にとっても政治的、学問的な中心地となった。1701年にはローマ教皇クレメンス11世の要請でカナリア諸島初の大学であるララグーナ大学も開学した。サンタグルスでテネリフェが 首都となることで、行政上の中心地としての地位を手放したにも、かかわらず、今日でもなおテネリフェ島の宗教的、文化的な中心地であり続けている。1819年には、指教座になった。1975年には、カナリア島天体物理学研究所が設立された。1999年には、ユネスコの世界遺産に登録された。 2006年1月23日には、その都市の歴史地区に立っていた、市境群が消失した。自治体市長は CC、CCPNCCCN のフェルナンド・クラビフォ、バッジェ、自治体表議員は CC、CCPNCCCN、13、カナリア国民党、6、カナリア社会党、3、ポル・テンリフ、3、アスプット、1となっている。 サンクリストバルデララグーナはサンクリストバルデララグーナ、司方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ララグーナの歴史地区は、スペインが新世界で築いた最初の費用債型都市であり、それ以降のラテンアメリカの大都市の建築のモデルにもなった。ララグーナには18世紀までに築かれた山の手地区と下町地区の美しい街並みが保存されていることから、 世界遺産に登録されている。そこには木製のバルコニーと建物の中心を木々の茂る中庭が占めることに特徴づけられる。典型的なカナリア様式の多くの建造物群が存在している。観光客は木々や花々の豊かなそのいくつかを訪れることができる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。